おや、マスター、我が工房に何か用かな。うん、ゴーレムを大量生産する必要はなさそうだから、小回りが利く工房がよくてね。人的資源が少ない以上、ゴーレムが役立つこともあるだろう。もともと僕のゴーレムはそのためのもの。君たちの役に立てるなら光栄だ。ああ、配膳用のゴーレムだね。食堂担当のサーバントからのリクエスト。難点としては、サーバントより動きが鈍いため、つまみ食いを許してしまうあたりだ。というか、そもそもつまみ食いがダメという話。マスターである君からも、ぜひ注意してほしい。子供系サーバントと酔っ払い系サーバント、わがまま系サーバントが主な犯人だ。おっと、僕ばかり話していて悪かった。どうかしたのかな。はて、ありがとう。サーバントは食事を取らぬもの。とはいえ、僕も取れないわけではない。なので、いただくとしよう。うん、いってらっしゃい。マスター、緊急だ。うん、大変なことが判明した。先ほどの贈り物はバレンタインの贈り物だったのだね。いや、申し訳ない。僕はその手の行事には全く疎くてね。もちろん僕とは異なる宗教の祭事だが、こんな状況だ。なんであれ、祝えるものがあれば祝っておくべきだろう。というわけで返礼だ。こちらを。見たことがあるかもしれないが、自分で動いてくれる食料として役立つこともできる。戦闘面では役に立たないが、日常の細々とした面では役立つこともあるだろう。君の正門がキーになっている。もちろん簡単な命令しかこなせないがね。ああ、君が喜ぶなら僕も作った甲斐がある。そういえば現在では僕が作ったようなゴーレムをロボットと呼ぶらしいね。基盤がカバラではなく、純然たる科学で人ならぬ人を作り出す。技術の進歩とは恐ろしくも好ましい。そして過去の幻影である僕にもまだ学ぶべきものがある。見るとは、ほう、
ライブラリにそんなものが。ほう、ほほう。興味深い。実に興味深い。了解した。では高額のため鑑賞に勤しもう。チョコレートでも食べながらね。